ちょっとお話ではないけど、今月ね、あれなんですね、2回目のキャンペーンがございまして、焼肉かすき焼きかっていうキャンペーンがございますね。今月2回目になるんですけど、まあちょっと協力またしていただけたら嬉しいなって思っておりまして、ぜひよろしくお願いします。はい、すき焼き派。いや本当に焼肉か迷ったんだけど、ずっとねさっきまで迷ってたんだけど、すき焼き食べたいなって思っちゃったうん、超大人顔になったね、嬉しい、ありがとう。はい、そうですね、肉には目がない。これ何、すき焼き派って入れとけばわかるかな。全然卒業とかいう違うの。でもなんか今月2回目だったからちょっとあれかなと思ってでも お肉と思ってはい、すき焼き派です。ぜひ協力してくれると嬉しいです。卒業ではございません焼き鳥派はないのか。ないんですね。あ、そう、あれね、すき焼きギフト可愛い、うん、可愛いよね思った、卵とか超可愛いと思ってた。あ、そうね、しかもこの前、以前なんだっけ、海の幸、感じた、海の幸と山の幸だっけのイベント協力していただいたじゃないですか。ありがとうございます、ギフト。その時にまあ山の幸をゲットさせていただきまして、それがね届いたんですよ、ちょうど今日。やった。そう、なんかね11月30日までに注文しなきゃいけなくて、なんかずっとどのタイミングで注文しようか迷ってたのね。それがね、とりあえずもう早めに注文しなきゃと思って、ステーキを頼みまして、ギフトありがとうございます。はい、ステーキを頼みまして、はい、なのでまたね配信で食べようと思うんで、はい、お待ちください。ギフトありがとうございます。そうなんです、ちょっと間空いちゃって、いや本当になんかどのタイミングで食べるかずっと迷ってて、ギフトありがとうございます。はい、また配信で、はい、食べようと思う。まだね、フルーツ大福もまだ注文してなくて、それはちょっと12月30日かそのあたりだったんで、また注文してそれも配信で食べれたらいいなと思うんで、少々お待ちください。そう、そしてね、あ、そう、さやりね、今日お誕生日なんですよね。さやりね、今坊ちゃん劇場すごく頑張ってね、まあちょっと悔しいような、すごく嬉しいような、まあちょっとそう、嬉しくもあり、やっぱりちょっと同期だからこそ悔しいなっていう思いもありなんですけれども、はい、まあね、頑張ってて本当にすごいなと思いつつ、さやりね本当に頑張りや3なんでね、こんばんは。はい、すごく頑張り屋さんなんで、同期だから同時配信した。いや、そんなつもりなかったね。えさやりん、20歳だって、20歳だってお酒飲めるようになっちゃうんだよ、早いね早いわ。そうで、今日はねさやりんの誕生日なんですけど、私がこの時期に思い出すのは、明日もそうなんですけど、そう、さやりんの誕生日と同時に明日のことも思い出して、明日は初めてお仕事をした日ですね。私とさやりんが初めて出会い、初めて一緒に、まあ一緒にというか、まあ、撮影をねさせていただいて、宣材写真ですかね、とかの写真をね
いっぱい撮らせていただいて、もうすごい緊張する中、あよろしくお願いしますぜひこちらに挨拶して、そうほぼほぼ喋らなかったっていう、はい明日になります。なんかまあ言っちゃ運命の日ですよねはいそんな感じですね。こんばんは。ね、なんかこの時期サイリンのお誕生日と一緒に あのね23日のことも思い出すっていう、そうまあお披露目の日はねまだなんですけど、はいまあそんな感じでやらせてもらってます、やらせてもらうはいそんな感じですかね。こんばんは。サイリンの第一印象はなんか元気な子だなっていう印象だったね。うんまあヒカがねすごい人見知りだったんだけど、サイリン会ってあのすぐなんかニコって笑って、あいあの自己紹介してって感じだったし、そうなんかあの様子とか見てたらすごいねなんか元気だし礼儀正しいしすごい子だなって、いい子だなってなんかすごいいい子だなって言うとすごいねなんか上から目線感がすごいけど、お姉さん感あった。そうね少しあったよ。なんかまあめちゃめちゃ差がなんかその年開いてるな感はなかったけど、やっぱりなんか佇まい雰囲気なんかしっかりしてるな、お姉さんっぽいなっていう感じはあったよね。うんこんばんは。サイリンキルフェボンのタルトもらったって、あらいいわね美味しいやつ、あギフトありがとうございます。サイリンから話しかけてくれたの？いやまずあのスタッフさんがね一緒に来てくれてて、そのまあ私移動して、そしたらもう先にねサイリンとかスタッフさんがいて、あギフトありがとうございます。そうそこで、あじゃあ自己紹介しましょうかってなって、本当にもう降りて割とすぐに自己紹介したんですよ。そう自己紹介をして、ギフトありがとうございます。そうかな、うんだからなんか結局でもなんかそのなかなかそのまあ撮影の時間が被らなくて、そのまあヒカが撮影してるときはサイリン着替えてるし、ヒカがあの着替えてるときはサイリン撮影してるしで、まあしばらくはねやっぱりちょっとすれ違いというか、まあなかなか喋ることもなくて、でちょうどお披露目の日にあのもう本当に待ち時間とかで、あやばいどうしようっていう話をしててそう大丈夫大丈夫ってなったかな。うんそんな感じ。四角形の平野ですとか言ったの？あでも本当に名前あの平野光何歳だ当時13歳か13歳ですみたいな感じだった。はいよろしくお願いしますくらいの、本当にもうそのくらいで、もうそのまますぐあじゃあ行きますよ行きますよってなって、そうで移動して写真撮ってで帰るで帰る。ギフトありがとうございます。そうだから本当になかなか初めの方は喋れなかったね。まあ、セリーありがとうって言って、あご飯行こうねすごいちょっとごめんね動きがうるさくて、ご飯行こうね。もうこんなに大人って、それは本当に本当にそうだよね、大人になったと思う自分でも。まあ言動も髪の毛の色もメイクも。13歳の光に会いたかったな。まあそんな変わらんよきっと
あの今よりちょっとおとなしいくらいかな。こんなにうるさくはなかった。すまん、うるさくなっちもうた。ね、いろいろとね、大人になったよね、ほんとにそう。あ、ロガールの時から見てくれてる、ありがとう。こんばんは。カロン、こんなに喋る子だったら知らなかったと思う。ほんとにそうだよね。しかも自分がこんなに喋れるようになるとは思ってなかった。清楚な時があったね。ごめん、今清楚じゃなかった。ちょっとじゃあおしとやかにしようかな。そうそうそう、うん、ね、まあもともとね、人前で喋るのは本当にまあいつも言ってることなんですけど苦手でして、まあ今のねショールームで話してる様子見てたらそんなことないやろって思われる方もいると思うんですけど、本当に苦手で、まあ小学校の時から人前で喋る時はまあちょっと泣いちゃったり、もう顔真っ赤になったりっていうことがまあ多発しておりまして、本当にそうでした、うん、だから今でもね、やっぱりなんかこうやってお仕事と か、 なんかショールーム上で話す分にはいいんですけど、プライベートでなんかあのなんか悩み事ありますかって言われるとね、泣いちゃうよね今でも。いつ覚醒した、何聞く、え、覚醒した、覚醒したとは思ってないけど、そんな、あ、でもなんか自分の中でちょっと意識が変わったのは石川のイベントかな、初めてのあのイオンでさせていただいたんですけど、ぴょんちゃんとクレニャンとさせていただいたんですけど、まあ、そこからやっぱり自分の中で意識は変わったかなって。こんばんは。そうそうそう、河北イオンの時ね、うん、まあ、やっぱり今までってなんかそのやり方もわかんないし、まああのまあ、みんなってね事前に振り起こししたり動画見たりっていうのをしてたんですけど、私それがなんかわかんなくて、やり方が、そうだからずっとなんかまあレッスン上で行き当たりばったりで受けて踊れなくって、で泣い、まあ、泣くことはそんななかったか、まあでもね笑えなくてっていう感じだったんですね、私ずっと。そう、本当にもうわかんないしどうしようみたいな、なんですけど、なんか、あ、これじゃダメだなと、石川で初めて、しかもセンターをやらせていただくっていうので、あ、これじゃいかん私はと思って、まあ、そこからまあ自分で振り起こしをしてダンスを練習して立ち位置を覚えてってっていうのをするようになりましたね。ギフトありがとうございます。そうかな、だからまあその前からね、なんか全くしてないわけではなかったけど、やっぱり結構行き当たりばったりなことが多くて、そう今はねもう行き当たりばったりは怖すぎるから振り起こししてとか、まあ、なんか喋る前にちょっとシミュレーションしてとかするんですけどね、なんかそういうこともしなきゃいけないっていうのをまだ知らなかったんですよね。そうかな、だから誰に教えてもらったの、なんか別誰に教えてもらったってこともなかったけど、あ、なんか自分ってやらなきゃなって思った。うん、これはもうやらなきゃついていけないし、そう、このままじゃいかんと思った。お、俺もすき焼き派、やったね、ひかね、すき焼きに入ってるね、ひき豆腐とかね、しいたけも大好きだからね、ちょっと今日は今回はすき焼きにした。そうね、ほんとに、こんばんは。来年私も習わないと、うん、なんかちょっとどういうねお仕事をしてるのかわかんないけど、まあ確かに、まあ見習うってほどそんななんか私もなんかできてるかってちょっと微妙ですけど、まあでもやっぱり事前になんかやるって大切だなって思いましたね。うん、俺もすき焼き派です、やった。メンバーに頼っていいと思うよ。
いやそうなんだよね。そうなんかメンバーはね、他のメンバーって言おうとしちゃった。メンバーはみんななんか分かんないところあったら聞いてねって言ってくれるんですけど、なんかやっぱり初めの頃って金比嘉、まあ誰もがそうかな、まあね、なかなかちょっと緊張しちゃって話しかけれないとか、あとはもうなんか究極もうどこが分からないかが分からないみたいな、全部できなさすぎてもうどこが分かっていないのかも分かんないっていうね、ほんともうどうしようもない感じだったのね私。そうだからね、まあでも今では結構ここだっけこうだっけっていうのは聞くんですけどね、うん、ほんとどうしようもないわそうそう、ヒカはね特に本当に今でもやっぱりなかなか気軽に話しかけるってことはなかなかできなくて、今は後輩に教えてるレベル、まあなんか分かんなかったら全然教えてますね。はい、やっぱり私もそうだった分どうやったらいいか分かんないんですよ本当に。うん、こんばんは。例えば振り起こしだとかで、振り起こしてきてもやっぱり初めの方ってちょっとあれちょっとなんか違うなとか、うん、っていうことが本当に結構普通に起こりうるもので、そうだからそういう時は教えますよっていう感じかな。うん、そうね、やっぱり初めってさ分かんないもんね。うん、分かんない。しかも分かんなかった分かんなかった。そうそうそう、最初ってねやっぱりどうしてもガチガチでね緊張しちゃうから。チーム4では誰と仲がいいの？いや、え、チーム 4？ うん、チーム8じゃない子ってことだよね。まあチーム4で言ったらまあハッツとかサイリンとかも含まれるけど、あやねちゃんとかセリちゃんとかも含まれるけど、多分その子たち以外ってことだよね。チーム兼任メンバーじゃない。仲いい、あでもね、会ったら話すのはキョンちゃんとかマチャリンさんとかかな。そうキョンちゃんとはねご飯行ったこともあるし、マチャリンさんとはレッスン合間に会うと結構お話しするし、そうかな。いや奈々さんもそうだけど、なんかこっちが仲がいいですっていうのもなんか恥ずかしいじゃん。あれじゃん、なんかそんなこと言っていいのそうだったら嬉しいけどさ、そんなこと言っちゃっていいんですかそうキョンちゃん福井なんですよ。こんばんは。そうただきょうかちゃんうんかな。だからなんでそんな感じになる。ちょっと照れちゃって、ちょっと照れちゃって、皆さんとは普通にお話できるの？いやまあ普通にはできないかも。やっぱりあのヒカはちょっとね照れちゃうし緊張しちゃうから。でもねやっぱり話せるとね、そう嬉しいそう会って写真撮ったりお話したりギュってすると私はものすごくハッピーになるっていう。そうですね、ナナさんとあとユーリーさんもやっぱり一緒にしたいかな。うん、コラボ配信
まあちょっとすぐにとは言えないけど、はい、まあちょっと頑張って私が誘います。こんばんは。明日遅めだね。そう、明日遅めなんです。すごい遅め。678だっけ、お話し会678部ですね確か。まあその後はちょっとあの明日ねちょっとコスプレで、まあ制服でね、あの事前に言ってたんで制服でお話し会をするんですけど、その後まあ多分時間は間に合うと思うんで夜ちょっと遅めになるんですけど、またそのお話し会の制服で配信をできたらいいかなって思ってます。はい、お待ちください。だからあ、それとあとね、よし、ちょっと待って、25日、皆さんからリクエストいただいたコスプレをしようと思っております。ちょっと待ってね。そう、今持ってる候補を出すんで、それをね皆さんにちょっと投票で選んでもらいたくて、なんだっけ、ちょっと漢字書くのめんどくさくなっちゃった。あとなんだっけな、はい、3つですかね。ちょっと待って、11月25、はい、3つ。あ、そうそうそう、今週の25日、そう、23は明日は制服なんでバニーはございません、残念、手持ちのでお願いします。なんならあのハロウィンのかぼちゃも入れとこか。かぼちゃ入れとこか。まあということでちょっと投票開始するんで、3つ、はい、11月25にやるしてほしいやつをちょっと決めてほしいなって思います。はい、皆さんは何が見たいですか。ポリスか、ちょっと小悪魔か、小悪魔ね、ちょっと漢字で書こうと思ったんだけどごめん、ちょっと太めのペンだったから諦めた。そう、25日、あとはメイドさん、皆さんね、だからその日開けといてよ、夜にするからちゃんとね、お仕事頑張ってね、お仕事頑張ったらね、コスプレ見れると思って頑張って、夜、まあ今日と同じくらいかな、それかもうちょっと早めに始めるか、もうでもまあ7時からか8時以降かどっちかかな、まあ8時からくらいが多いと思うけど、8時か9時か、まあまあちょっと遅めにやります。はい、じゃああと10秒で締め切ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、
終了。お、1、あ、1多いね。あ、でも割と割れる。お、メイ、意外、メイドが一番少ないぞ。はい、ということでじゃあポリスでいきたいと思います。え、意外、しかメイドかなと思ってたんだけど、一番ポリスかメイド、まあそこ僅差かなと思ってたんだけど、意外だな、メイド。じゃあちょっと待ってね。字が汚くなっちゃった、ね、みんなのこと逮捕しちゃうからね、待っててね。ちょっと待って、私なんで縦に書いたんだろう。ねえ、横じゃないと書けられないのにさ、なんで縦に書いたんだろう。どうしてどうしてねえ、教えて誰か。ちょっとごめんね、書き直すね。頑張って書いたのにな。こんばんは。こっちやんな。こんばんは。物位置変えられないの？そう、変えられないの。これなんかもうテープで止まってるやつだな。百均さんなんで。もう百均さん優秀ですよね。なんか変な毛出てきちゃった。じゃらん。じゃらん。待って、今貼り付けるから待っててね。ちょっとね、画鋲をね、あれあれ、画鋲捨てたっけ。捨てるなんてことある、画鋲。あ、やばい、画鋲がない。画鋲もテープもないですけど、困った。何のために書いたんじゃいっていうね。いや、ちょっとごめん、本当にないわ。本当になかった。刺さってないもんね、別に。よろしくお願いします。
覚えといて。刺したかった。誰か画鋲ない？画鋲。いや、それがね、立てかけられないんですよ、今。ちょっと低くて見えなくってさ。画鋲。画鋲がございません。セロテープもなかったんです。そう、しかも思った、なかった。いや本当にね、ガビョーンって何？ガビョーンって何？ごめん、全然知らずに何なんか言ってたんだけど、何に言おう。あ、ギャグなの？あねえ、なに？ねえ、待って待って、恥ずかしい恥ずかしい。なに？うん、分かったって、ありがとう。思いっきり光るギャグなのが入ってたじゃん、やだ。はい、こんばんは。寒いとか言わないで。寒くない、あったかい、あったかいんだ。ポカポカしてくるでしょ、大丈夫、あったかいよ、あったかい、ね、暑すぎるくらいに あったかい。暖房効いてる、だからほらほっぺた赤くなってきた。暑いよね、ね、暑いよね、うん。しかもママルンは別に何のコスプレもしないよ。え？何のコスプレもしないよ。25日って平日？あ、そうね、平日ですね。平日な気がする。平日です。はい、平日です。そう、ちょっと今回平日なんですけど、まあちょっと夜にやるんで、はい。今日の夜ご飯すき焼きだったの？全然だんだんだん、今ね、焼肉とすき焼きのキャンペーンをしてるんで、私はすき焼き派ですっていう、よろしくお願いしますっていう。すき焼きか焼肉どちらかしかもらえないんこれ。そうなんですよ、そうです。
はい、ちょっと残念ながらどちらかしかねもらえないんですよ、はい、今回ね、しかもなんか20万ポイント達成したメンバーには国産牛、牛、国産牛30万ポイント達成すると黒毛和牛にグレードアップするそうですね。どっちも欲しいよね。ね、いやでもそれは叶わないんで、はいそれはもう私が何と言おうと叶わないので、はい、すごいね、本当にすごい。ぜひ皆さんちょっと協力していただけると嬉しいです。すき焼きギフトポイント分かれてるんだ。焼肉ギフトで、これ焼肉ギフトでも大丈夫なのかな。大丈夫だと思う。うん、多分うん、量は同じなのかな。多分そうだと思うよ。しかもちょっとね、読んだけどいまいちちょっと分かんないところがある。つまりすき焼きが欲しければすき焼きギフトじゃないとダメってこと。いや違うと思うんだよね。どうなんでしょうでも多分20万ポイントだからさ、別どっちでもいいんじゃない？どうなんだ？どう？片方のギフトだけかも。そうなのかな？もう分かんない。全然引か分かんない。書いてある？それなんか。すごいめっちゃ説明読んでんだけど全くわからんっていう。そんなことってある、あるのかな、わかんない。しかも本当にちょっとわかんない。これはあ、卵ありがとうございます。待ってどうなんだろう。これ説明としては、11月29日はいい肉の日です。数あるお肉の料理のお肉の料理の中でも人気の高いすき焼きと焼肉、皆さんはどちらが好きですか。好きな方のギフトをギフティング。20万ポイントを達成したメンバーには国産牛をプレゼント。そして30万ポイントを達成した場合、特典が黒毛和牛にグレードアップ。あ、かじった、かじった。また、すき焼き対焼肉で合計ポイントが多い方のギフトをギフティングした視聴者には特典のレインボースターを増量してプレゼントしちゃいます。メンバーとどちらを達成するか相談して特典ゲットを目指しましょう。どちらも多分引くも大丈夫だとは思ってるんだけど、大丈夫。いやでも、あ、多分書き方としてはそのすき焼き対焼肉で合計ポイントが多い方のギフトをもしギフティングしてたら、視聴者の方がギフティングしてたら、あ、ギフトありがとうございます、視聴者さんには特典のレインボースターを増量しますよっていうことみたいなんですけど、 ありがとうございます。山の幸、海の幸と同じシステムかな。でもなんか似てるよね。
ごい難しい。わかんない。どちらを達成するか相談してってなってるか、どちらかしかもらえないのかな。あ、それはそうです。そう、どちらかですね。あ、これ分かれてるわ。ね、分かれてるよね。すいません、すき焼きだと思います。私焼き肉投げちゃってすまん。全然いいよ、むしろありがとう。でもはい、分かれてる。なんかこれどっちも同じポイント出されてんのかなって思って見てみたら違うんですよ。私すき焼きの方がやっぱりすき焼き派ですって言ったから、やっぱりあのすき焼きの方が減ってるんですよね、ポイントとしては。だからちょっとすき焼きでお願いします。ちょっとすき焼きお願いしますにしといたらわかるかな。間違えた、変わってないわ。そう、ポイント分かれて集計されてるんで、そうですね、すき焼きじゃないとダメっぽいです。難しい、なんちゅう難しい。ね、ちゃんと分かれてるよね。びっくりした。びっくり。ちょっとすき焼きじゃないと多分ポイントとしては入らないんで、あ、ありがとうございます。すいません、すき焼きの方でお願いします。そうね、焼肉はそう、濃感ってことかな。うん、私が多分そのまますき焼きがいいですって言ったら、そうですね、焼肉はそういうことになっちゃうかもしれない。あー、すいません、ありがとうございます。ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとう、本当に。そうね、卵、ちょっと待ってね、ちょっと、あー、間違えた、間違えた、いろいろパニック、そうですね、すき焼きの方なんで、すき焼きの卵とすき焼きの卵かっこアニメの方と、すき焼きを高級肉とすき焼きのお鍋の方でぜひちょっとお願いします。はい、すいません、私のね説明が足りなかったよね。私も理解してなかったのが本当にごめん。はい、ぜひお願いします。すいません、ありがとうございます。卵かわいい。やばい、ちょっとさ、ギフトがかわいすぎてさ、飛んでくるとなんかほっこりする。あ、卵飛んできたってほっこりしちゃう。あ、卵だ、あ、お肉だ、動いてる。そう、いつものことながらすいません。ギフトありがとうございます。
そうちょっとついついテンションが上がるというかほっこりするというか、肉体ありがとうございます。ちゃんと卵溶いてるちゃんと卵溶いてるね。そう私もねすき焼きには卵をつける派なんで、そう美味しい卵って最強だよね。ちょっと本当にさ、なんか見た目もやっぱり卵あることによってなんかさ最強じゃん、なんか美味しそうに見えるじゃん。さらに割るっていう楽しみもあり、さらに美味しくなる、え最高じゃないですか。卵ってほんと最強、素晴らしき卵急に力説しちゃったけど素晴らしき卵。豪華に見える、えそれな、本当にそう。牛丼も卵入れる派、いやなくてもいい、でもあったら嬉しいって感じ。そうお母ちゃん近々すき焼きしてくれるんやない、いやあのお正月はすき焼きですお正月はすき焼きみたいです。はい、それ以外ですき焼き食べることないです私。うん、そうね、お正月だけかな。うん、あとはもうなんか焼肉とかは外食でやっぱり行くことが多いですし、まあでもなんか結局まあ今こういう状況もあり、結局お母ちゃんとかおばあちゃんの作ってくれるご飯美味しいからそう割とお家で済ましちゃうんですけど、あーありがとうございます投げてくれて。そう年一かな。そうしかもそう石川県ね書いてくれてる方いるんですけど、石川県の鍋ってそう鶏野菜味噌なんですよ。で私ももう鍋と言ったら鶏野菜味噌、なんかすき焼きは私の中でちょっとお鍋の部類ではないというかジャンルではないというか、すき焼きはもう肉っていうジャンルなんで私の中でそうやっぱりだからお鍋系するってなったら、うんなんか鶏野菜味噌、そう美味しいんでそっち行っちゃう。ね鍋料理にあんまり分類されないよね。でも一応鍋料理でしょすき焼きって、わかんないけど、すき焼きなんて人生で数回しか食べたことない。まあひかもでもここ数年のなんかまあお正月って感じですかね。そうすき焼きのジャンルは肉です、肉ですそうね豆腐とかネギ、椎茸、白滝入れたりするからね、お鍋だよね。そう特別な時しか、そう本当に特別ですよね、なんかお正月にしか食べないわ。うん美味しい、なんかねいつもねお正月楽しみにしてるんです。そうワクワクワク豆腐の立場で豆腐美味しいじゃん、ひかね焼き豆腐大好きよ、味しみたやつしみしみの。そうただいまおかえり。そう肉がメイン、あでもね光の中ではね椎茸も、椎茸美味しい、椎茸入ってるよね。そう椎茸大好き、2021年最後の晩餐何になるのか、お寿司と、まあ多分お寿司とあとは年越しそばかな。うんうん白滝美味しくない、ひかは好きだよ。でもねひか白滝より普通のこんにゃくが好きなんです。そうちょっと白滝にするとちょっとうーってなっちゃうこんばんは。そうまんまいてほしい、
あの大きい四角の板コンそのままは困るけど、それを切って、そう、その食感が好きなんです。そう、でもすき焼きはね糸こんなんで、そう、物足りない。なんかこんにゃくは食感と、まあ、味わうわけじゃない。糸こんはちょっと物足りんのです、私は。締めはうどん雑炊？いや、締めという概念はございません。一緒にご飯を食べたり一緒にうどんを入れちゃいます。はい、本当に締めがない。家はこんばんは、ありがとう。最初からうどん入れるのか。そうですね、あ、すき焼きは少し後だけど、なんかまあ鶏野菜味噌とかお鍋系は割と先にうどん入れちゃいます。別に締めじゃなくていい。で、締めまで行ったら多分お腹いっぱいになっちゃって食べれなくなっちゃうから。あー、卵ありがとうございます。卵、ヒカル今日も超元気で、もうすごい超元気、もうね元気すぎる、イエイ。はい、あ、そうです、こちらね11月25日の、まあちょっと夜何時かな、まあなるべく8時以降かな、基本的に8時以降。はい、あ、すいません、ギフトありがとうございます。でもね、あれなんです、ごめんなさい、すごい投げてくれてありがたいし、すごく嬉しいんですけど、あのすき焼きはすき焼きのギフトじゃないとダメらしくて、ごめんね。でもありがとう、そのすごい気持ちはすごく受け取って、ありがとう。ごめんね、なんか分かれてるみたいで集計がね、ちょっとだからすき焼きじゃないとダメなんです、ごめんなさい、ありがとうございます。ギフトありがとう。ね、ちょっとね、ちょっと分かんないよね、分かんなくなっちゃうよね、ひかも分かんなかった。ポリス配信します。またね、ちょっと余裕があればというか、まあなんか日曜日とかが、にもなんかできたらいいなとは思ってるんですけど、とりあえず第1弾はミニスカポリスということで、はい、もしできそうなら他のコスプレもやろうかなと、はい、できそうならなんですけど、やろうかなと思ってます。コスプレの余裕とは何でしょう。私の気持ち、あ、ちょっと今日はちょっと調子悪いな、ちょっと今日はコスプレできるコンディションじゃないみたいな。はい、かもしれない。それね、調子かな、ちょっとペヤングはもう少々お待ちください、私の気持ちの準備がそこは追いつかないの、ペヤングはダメだ、なかなか勇気が出ない、激辛ペヤングは本当に勇気が出ないです。どんなコンディションやね、いや今日はちょっと着こなせるプロポーションじゃないみたいな、光にも分かんないよ。ミニスカってどれくらいの短い、あ、どのくらいだろう、あれ割と本当に結構短かった、ちょっと座ったらパンツ見えそうなくらい。あの、そうだ、企画封印したわけではないんですけど、本当にちょっと待って。は
はい、ちょっとお料理はねちょっと夜遅くにするんでできないんですけど、そうだな、日曜日とかだったらもうお昼とかにできるかな。ペヤングはしません。ちょっと待って、本当に待って、あの気持ち整い次第やるんで、ちょっと待って。しかも夜遅くにね、ちょっとペヤングは食べない。なんで寝るときにさ辛いまま寝なきゃいけんのさ、やだよ。ギフトありがとうございます。ペヤング本当、ねちょっと待って、一回じゃあ食べてから言ってよ。わかるよ、わかるよ、するよ、いずれするよ。あの年内中にはしたいと思っている。私は年内にはしたいと思っている。だが待ってくれ、頼む。気持ちの準備が、あそう、一回食べてみんじゃ、みんなね、今ね、ヒカにさ、ペヤングペヤングコスプレでペヤングって言った人ね、辛いの食べてみね、やばいって絶対。あ、卵ありがとうございます。本当にダメ。でもね、今食べなくても、あのヒカが食べてる時みんなで一緒に食べるんだよ、分かった？事前にこの日にペヤング食べるよ私はって言うから、みんなもねちゃんとペヤング持って待機して一緒に食べるんだよ、辛いやつを。分かったかいね。初めて集まれたね、ちょっと本当に頑張って食べる、本当に完食目標だから。あ、ギフトありがとうございます。普通のペヤングはダメですか？いや、まあ本当にちょっとやばいなって思ったらそれでいいと思います。あのね、あの本当に食べてちょっと無理に食べてお腹壊されるっていうのはちょっとね、私も心配になるしね、良くないから。はい、まあ無理せず、あの気になるな、いけるな俺はっていう人は一緒に食べましょうっていう。はい、あのマジできっとね、辛いの食べて体調崩す人って本当にいるから、それはちょっと自分で判断して、はい、おちょっといけんなって思う人はちょっとぜひ一緒に私と、あ無理だなって思ったら、まあはい、あのね、まあ普通も食べていただいて。おキムチ鍋でギリギリ、おおキムチ鍋美味しい、美味しいよね、美味しいからさがいいよねやっぱりね。ギフトありがとうございます。ペイちゃんで許してください、いいでしょうね、分かった。じゃあみんなね、焼きそば持って集合だよ。いいけどさ、え本当にマジでちょっとどうしよう。もうなんかさ、考えるだけでさ顔熱くなってくんの、なんだろうね。え、でもきっとね、早めにやった方がいいんだよね。汗かきそう。あー、アラーム鳴っちゃった。だんだん顔熱くなってくる。お、意外焼きそばが好きだった。おー、いいですね。あの25ではないです。25は本当にちょっと違います。25はしない、だから用意しても食べないからね。はい、25は本当に純粋にコスプレを楽しんでください。皆さんお願いします。え、じゃあ決めよ、じゃあ日にち決めよ、いつやるか。ちょっとカレンダー見よう。ちょっと考えるだけで苦しくなってくるんだけど。ちょっとマミー、助けて、いつがいいと思う。
ギフトありがとうございます。あ、待って、ちょうど連絡取れない。今なんかしてるな。でもみんなきっとなんか土日のどっちかの方がね見やすいんじゃないかなと思うんだよね。ね、はい。あ、おお。なんでこんな企画用意したんだろう私。28かな、日曜日かな、日曜日かな、決めとこう。もう落ち着かない。なんだ顔赤くなった。日曜日かな。あの28にします。これに書いとこうか。ちょっと待ってね、書き直すね。じゃあ、もう、あ、28仕事ですか。ちょっと待って、じゃあみんなと相談、何日がいい。ちょっとあの多分みんなが絶対見に来れる日っていうのは確実にないと思うんですね。はい、明日はちょっと、朝一とか地獄じゃん、やだ。やだそれは。夜ならいつでも。お話し会の前はちょっとやめて、あの喋らなくなってもいいなら。いやダメだ、ダメ、移動してる、移動してる私。リフトありがとうございます。28か29、29がいいかな。どうしようかな。やるなら夜、そうだな、7時か7時半くらいから。ちょっとそんな、あの8時とかから食べ始めるのはちょっとあれなんで、私的に28か29かな。2日間には分けない。1日で終わらすよ。そしたら11月の28か29どっちがいいかな。28、29どっちがいい。どっちがいい。肉の日になんか激辛焼きそば食べるっていうのもあれだけどね。どっちがいいですかね。イベントは何日まで。イベントは29日ですね。29日の本当あの終日まで。28、
いやでもやっぱり比較的にはなんか日曜日にやるのがやっぱり無難かなと思うんですけど。うん、いやちょっとあの打ち上げにはならんあれは打ち上げにはならんぞあれ打ち上げとかやめて、地獄なんだけど、やだよ。じゃあ28にします。達成ポイント状況のゴール1ゴール2って何？ゴール1はあの国産牛が当たりますよっていうすき焼きの間で、ゴール2まで行くと黒毛和牛にグレードアップしますよっていうゴールですね。はい、なんだっけ、ごくごくごくなんだっけ、もうどもりすぎ、やばいやばいやばい。いや激辛ペヤングにしとこう。はい、何時からにしよっかな。皆さんなんか何時からがいいとかあります？ちょっと本当は比較的には7時か、あんまりにも早い時とね、お仕事でっていう人もいると思うから、そうだから7時か7時半がいいかなって思ってるんですけど、私的には。そう、ちょっと夜遅くに食べるのもあれでそう、ちょっと夜遅くに食べると私的にちょっとあれなんで、10時からは困るごめん、朝じゃない、夕方というか夜というか。なんか何時からがいいかなっていうのなんかあったら、ちょっとそれにちょっと完全に添えるかは分かんないんですけど、教えてあのくれたら嬉しいかなって思います。そう、あの夜で、はい、夜でお願いします。うん、やっぱりなんかみんながちょっと見れる時間、そうがいいなと思うから、そうごめんね、ヒカルンルールで言うとヒカルン的に遅い食事は基本的に NG なんですけど、まあたまにね、たまにならいいからそうだからまあ8時以降じゃなければまあいいかなって思ってます。19時くらいにしとく？見れるかなみんな。せっかくならみんなに見てほしい頑張って、そう頑張って、私は完食、本当にねマジで残さないで完食するつもりでいるのね、私は今のところ。そうだから、その勇姿を見てほしい勇姿を見てほしいっていうのも変だけどさじゃあ、19時半かな、どうしよう。うん、19時かな。
19時からで、はい、19時から始めますので、皆さん見に来てください。頑張ります。いやマジ頑張るね。ちょっとコスプレどうしようかな。ミニスカポリス、待って、それか、いやでもな、平日だもんね、結局ダメだよね。待って、うんかな。コスプレはまあちょっと時間、そうだな、コスプレ8時半からにします。はい、まあ予定的にはこんな感じです。まあ皆さん見に来てください。はい、コスプレの時は何もしないよ、別に。コスプレをただただ皆さん楽しんでください。はい、だからこれごっちゃにしないでね。28だよ。いやでも本当はさ、ちょっとまあいい、うん、なんない、ペヤングは何のコスプレで。いやまあコスプレしてほしいんならするけどさ、何がいいの。じゃあ小悪魔にでもしとく。なんか結構カオスだけどねなんかコスプレしてる子が激辛のペヤング食ってもだえてるっていう絵面がさ、カオスだよね別にいいけどさ。まあじゃあちょっと小悪魔かな。さっき投票したところ小悪魔が2番目だったんで、まあちょっとじゃあカオスな状況見に来てくださいなんかどんどん自分で苦しめてってるような気がしてならんのだか。はい、で忘れてはいけないのが、明日もね一応コスプレはしているので配信、はい、ね、ちょっと高校生に戻らせていただきますはい、高校生に私ちょっと明日一日戻らせていただきますんで、そちらもぜひ見に来てください。そうだな、配信今日はこれで終わりにしようかな。20分になったらランキングいきます。コスプレの時は全身見れるの？ちょっと微妙。ね、全身映せるかはすごく微妙です。まあ映せるように頑張ります。光の加減とか全然違うんで、ちょっと頑張って映せるようにします。わーいわーい、やったー、喜んでくれてる。ね、本当にコスプレの週だよね。まあ楽しんでてください。11月もねもう終盤なんで、ギフトありがとうございます。セーラー服、それはちょっとお楽しみ。まずはちょっとお話し会の方で披露させていただきますので披露させていただきますってあれだけど、はい、まず明日はとりあえずお話し会がありますので、そちらの方で皆さんにね、来てくださった方にお披露目してからショールームの方に行きますので少々お待ちください。なんか楽しみにしててね、みんな。私キャピキャピして頑張るから。
ギフトありがとうございます。話し会だと胸から上しか映らないんじゃ。あ、でもね、割と分かりやすいかなって思う。うんうん、まあなので楽しんでいただけたら嬉しいです。私的にはまあ頑張って選んでどうって試着というか、まあお母ちゃんにとりあえずねお披露目して、あ、いいんじゃないってなったから、はい。なんかね、久しぶりにね制服着るとね、なんかね若返った気がする本当になんか高校生に戻った気がするね。でもなんか髪の毛がさちょっとこんな感じだからさ、あれだなって思うねそう、そわそわした。うん、ね、もう着る年じゃなくなっちゃったからさ。いや、そう1年だ、そう言うて1年なんですけど、いやそれでもなんかね、なんか違うんですよね。まあ、なんかちょっとキャピキャピしてみんなとねちょっと JK 楽しんでくるから、話し会楽しみにしててね。だからね、そうな、そうそうそうなの、現役じゃないとね途端にコスプレになるんですよ本当に。変わり身がすごいよね。みんな待ってるからね、若返ったヒカルに会いに来て、待ってるよ。なんかでも今でもノリはちょっと高校生だなと思うんだけどなはい、ちょっとみんなのためにね選んだから、みんなのためにどれがいいかな、どれならみんな喜んでくれるかな、可愛いかなと思って選んだからね、会いに来てほしいなこんばんは。しくった、買い忘れた、あちゃーあちゃーまあでもなんか今回だけではないと思うし、まあ、ショールームでもお披露目するし、はい、うん、でもきっとあれですね、きっと私はそれ以降お話し会で制服を着ることはないんじゃないかなって思ってるんで、明日お話できる方すごくラッキーだと思います。はい、お話し会でちょっと本当に着ることはもうないと思う本当に制服は。まあステージ上でね、あの衣装として着ることはもちろんあるかもしれないけど、お話し会ではもうないんじゃないかなはい、ちょっと着ることはもうないんじゃないかなって私的には思っていますので、はい、またね、おしましは、あ、お、今ならまだおしましで見に行けますよ、だそうなので、はい、まあぜひ。そんなに嫌なの、嫌なんじゃなくて恥ずかしいんですよ、ただ単に本当に。そう、本当に恥ずかしいんです、はい。まあまあまあ、だからね、まあショールームではまあ着るかもしれないけど、はい、まあということで、明日お話し会来られる方楽しみに待っててください。そしてまあお話し会終わった後にショールーム多分できるので、まあ、そこではね一応制服で配信するので、まあちょっとお話し会はいけないよ、今回いけないよって方はぜひショールームで見に来ていただけたら嬉しいなと思います。待ってます。そして今日もね言ってたんですけど、いやごめんね、ちょっと20分でさっき教えてくれたのに、まあなんだっけ、焼肉とバーサスすき焼きみたいな、キャンペーンが始まり、あ、すき焼き対焼肉、好きなのはどっちキャンペーンっていうのをやっておりまして、ちょっと今月ちょっと2回目になるんですけど、私ちょっとすき焼きが欲しいな、
って思ってるので、あのぜひ皆さんまた29日の12時までかな、夜12時までやってるんで、あの12時というかまあ23時59分までやってるんで、あのぜひまたちょっと協力していただけると嬉しいなと思います。はい、そうです、20万ポイント達成しなきゃいけないので、ちょっと私もね楽しい配信にできるようにね頑張るんでまたたくさん見に来ていただけたら嬉しいなって思います。はいはい、ちゃんとねあのこういうイベントもご用意しておりますのでお楽しみにあ、そしてあの注意事項が、あ、注意事項がございまして、あの私今すき焼きがねあの欲しいって言ってるんですけど、あのそのすき焼きのギフトを投げてくれないとすき焼きの方に入らないっていうことが今回分かりまして、今回というか今さっき分かりまして、なのであのもし無料ギフトとかもねあるんで、もしそれでなんかどっちがいいかなって思ったら、もし私に投げたいと思ってくださった方はぜひあのすき焼きの方でを投げてくれるとすごく嬉しいです。はい、でもねなんか今日あの焼肉投げてくださった方もいるんで、でも本当に投げてくれたのは本当に嬉しかったです。すごい皆さんが協力してくれてるっていうのがすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい、ということでね、ちょっとランキングいきたいと思います。13位プリーツアットヒカチューブイン山梨さん、12位 WY アット影の守護神さん、11位中堅有効ヒカチューブさん、10位さとちゃん、9位炎上さん、8位シノアットヒカチューブ明日お話し会楽しみサイン当たった楽しみさん、ありがとうございます、待ってます。7位谷口ひろきさん、6位浮気者のあの人さん、ランタンさんかな多分違ったらごめんなさい。5位ポンポムフジッピスノーハレーションかな、合ってるかな。4位かぼちゃん、3位カッキー焼き鳥連合、オレンジかヒカフケイさんに捕まりたいお化けさん、じゃあね捕まえちゃいますね、ちゃんとねがっつり捕まえちゃいますのではい、2位大輔さん、1位ゆうたとひかちゅーぶさんです、ありがとうございます。そしてギフトいきます。 WY アットかけの守護神さん、海ハイパーさん、大輔さん、しのさんです、ありがとうございます。はい、そしてあの呼ばれてない方ぜひ挙手お願いしますゆうたさん、ゆうこさん、かぼちゃん、さるきちさん、ひかちゅーぶのみけ、うどさん、プリーツさん、かっきーさん、すごい、はいの主張がすごいほかにいらっしゃいませんか、呼ばれました、あ、よかったです。ランタンさん、はい、大丈夫ですかね、ありがとうございます。そして、無料ギフトも投げてくださった方本当にありがとうございます。すごい皆さん協力してくれているのすごく嬉しいです、ありがとうございます。猫3匹とジョンさんですかね、ありがとうございます。丸竹恵比寿さんもありがとうございます。はい、ということで本当にありがとうございました。それではまた明日の配信で会いましょう。今日も一日お疲れ様でした。明日もね夜ちょっとね夜遅めになるかな、9時以降になるかな、まあ9時以降か9時頃になるかなって思います。はい、なんですけどまた見に来てくれると嬉しいです、お願いします。はい、それでは今日も一日お疲れ様でした。それではまたね、おやすみ、みんなありがとう。
ありがとう。